裏で仕組まれた。ああ、なるほど。大人の事情でやってる。ここにいろんなあるんですけど、仕組まれたあれがあるのかなと思ったんですけど、ないんですけど。チャオ、小島です、今日は第2回目の井田さんが来ていただきました。井田さん、今日はありがとうございます。お願いします。勝利おめでとうございます。あ、ありがとうございます。すいません、負けちゃいました。いや、でもあれですよね、最初パンチでいって、はい、あれダウン取りましたっけ。そうですね、スタンディングダウン、スタンディングダウン取ったんですね。はい、あそこで終わってくれればよかったですよね。で、あの後膝もらって、はい、倒された。そうですよね。あれ実際効いたんですか。そうですね、結構がっつり溝落ちに入って、はい、結構効きましたね。僕はブレイキングダウンなんで、こうね、裏でいろいろあるんじゃないかなと思って、はい、でこれ井田さん、これあれだねっつって、もう裏で仕組まれた。大人の事情でやってる。ここにいろんなあるんですけど、仕組まれたあれがあるのかなと思ってたんですけど、ないんですか。それないガチで膝にもらっちゃったっていう、はい、あ、そうだったのか。ブレーキングランだからいろいろなことが隠されてるのかなと思いつつ、ね、小石さんおっしゃるとリアルにそう思う方がいらっしゃるかもしれないですけど、もないです。僕もね、ブレイキングダウン実はレフリーと、あとはジャッジと、はい、ゲスト解説お願いされてたんですけどね、うん、で井田さんの試合もあるし、見たかったんですけど、ちょっと僕もジムの方がちょっとありまして、合宿があったんで、ちょっとお断りしていけなかったんですけど、だから井田さんの試合もずっと気になって、合宿中にそろそろだよみたいな。あの膝は入ったんですね。入ったんですね。入ってました。そこの確認ですね。まあ、でもだから僕もほら予想動画撮らせてもらってて、はい、でまあ順調にいくと井田さん勝ちますよという話をしてたんですけど、はい、ただ圭之介君も何があるか分かんないっていうのは、そのキャリアがあるじゃないですか、ね、アウトサイダーからずっとキャリアがあるし、で彼自身ねトレーニングやってますから、ずっと長い間ね、だからキックのキャリアは向こうのがあるのかなと思って、うん、まあ、実際それでやっぱり膝が来たんで、あの膝でも来るの分かんなかったんですか。やっぱパンチでこう倒したいのが強く出しすぎて、うん、かなりこう前のめりになって大振りになってたんで、うん、まあ見えてはいたんですけど、うん、まあ耐えれるかなと思って、そのままもういっちゃえみたいな感じで KO ってこう宣言したのだったんで、うん、こうどうしてもこう KO につなげたくて、うん、そうですね、ちょっと前にこう出すぎちゃいましたね。だまあ平成の膝なんかどうでもいいからしていっちゃえと思ったんですけど。そしたら思ったより聞いて、あ、そういうことですね、うん、その井田選手がこう前に行く力が強かった分、余計膝がこう効いてしまった、簡単に入って効いてしまったっていうのもある。まあそれまでですね、意識的にねパンチ狙っていったっていうので、うん、でも今後はでも試合終わってどんな感じだったんですか、その周りのあれは。周りそうですね、でもこう前に倒しに行く感じが面白かったみたいなことはコメントとかで結構、勇気もらったみたいな感じのコメントとかが多かったので、まあ、そこはこう救いというか、あれでしたけど、でもまあ結果は負けちゃったので、そうですね、こう次は勝った姿を見せたいですね。でもすごいですよね、だってブレイクまで1試合しかしなくて、こんだけね YouTube 上でもブレイクして、今登録者何人ですか。今27ぐらい。27ぐらいですか。あっという間ですね。そう。YouTube 何年やってましたっけ。もう2年3年。2年3年ですよね。ぐらい。ね、まだ2桁いってないですよ。そうですね。それぐらい今本当に。いやすごい人気ですよ。だから、ね、第一発目であんな人気出て。で2回目ね、敗れてしまったとしても、はい、ファンがね、根強くついてるっていうのは、飯田さんはやっぱりね、スターですよね、ボクシング時代も人気あったんですか。いや、そんなことなかったですね、今頃ではなく、そうですね、こう、本当に、
応援も数人がちらっと来るぐらいで、うん、まあ、へー、全然来ない時もありましたね。じゃあそんな感じだったらアイスケットですね。そうですそこ引けずなくていいあのすみません、一個だけ僕お伺いしたいことありまして、飯田さんこう負けても言い訳はもう本当に一切されない方なので、もう、ま、負けました、ケノスケ選手強かったですだけだったと思うんですけども、結構視聴者の皆さんは飯田さんのファンの方ですよね、あの最初のところでレフリーが止めるのが早かったというコメントが結構多かったと思うんですよね。で、あのままもうちょっと止めなければ KO で飯田さん勝ってたのにみたいな、まあ、ファンの幻想ももちろん期待とかもあると思うんですけども、ただそれに対して一切こうそういうことはもちろん反論もせずにっていうことを貫いていらっしゃるので、レフリーがこっちか、あ、そういうことですかいや僕聞きたいとこじゃないですかそれに対してまあどうだったのかなっていう、本当はっていうのをちょっと言うのを聞きたいのと、あと小木さんもあれは止めるのは適切なタイミングだったのかどうかっていうところもちょっとお伺いしたいなと思って、すみません素人的な意見で申し訳ないです。そうですね、止めるのまあでもその時こうレフリーが判断したことなんで、はい、まあ、そこはもうしょうがないのかなって思いますね、うんうん、まあそこでまた抗議しちゃうと過去と一緒になっちゃうので、まあそこはもう言えないと、そうですね、このレフリーが判断したことなんでもしょうがないですけど、うん、お子さん的にあれはもうちょっと止めるのは遅くても良かったって多分ありますか。あ、だからそのまま行っちゃうかなとは思もちろん思って、はい、うん、このままやっぱりあのパワーも差もあるし、打ち合いも飯田さんの方が強いんで、まあ、このまま行っても大丈夫かなと思ったし、あのまま終わってもよかったんじゃないかなともちろん思うんですけど、ただほら平野瀬君もやっぱりそれなりのキャリアがあって、もしそこでもし終わってしまったら平野瀬君は何もできなかったで終わる。で立ち上がってきて平野瀬君はキャリアの本領発揮の膝も出たじゃないですか、はい、だからまあそこでも飯田さんが勝ったらもう慶之介くんは二度と勝てないと思うんですよ、うん、でも立ち上がってきて慶之介くんはあの左の膝を決めたってので、ね、慶之介くんは株を守ったというかのもあるんで、ここはまたもう一回見たい、うん、僕もね、あの実は K1 の、ね、世界戦の時にアンディ・サワーと試合した時にブレイクって言った瞬間に僕膝出したんですよ、はい、でその時アンディ・サワーが油断してて思いっきり溝落ちに入ってうえっつってマスク先出して倒れたんですよ、はい、で僕はもうそれダウンだと思ったんですけど、レフリーはダウンじゃないってなってしばらく 1,2 分待ったんですよっていうのもあるんですよ。でも石井館長の場合は石井館長の時代だったらあのブレイクって言った瞬間にバーンとだったらもうそれダウンや、もうお前の負けやってやるんですよね。そこのこういろんな微妙なところがあって、うん、だから僕もそこでまた立ち上がってきて結局判定でね、彼には負けたんですけど、で彼世界チャンピオン取ったんですけど、まあ、そういうところも厳しい勝負の世界なんで、次は飯田さんにはぜひともまた慶之介君でやってもらって、はい、だって膝がね防御できたらもう打ち合いいくらでもいけるじゃないですか。僕もあの背が高くてマックスに戦った時みんな背が低いんですよね。でパンチみんな来るんですよね。だから膝がねすごい有効だったんですよ。でこの膝を防御してくれってすごい面倒くさかったんですよ。だから飯田さんがね膝を防御できるならば打ち合い考えいけると思いますよ、うん、今日ぜひこの後その辺も実践で、はい、ぜひ打ち合ってこようとしてるよろしくお願いしますそういう意味では前回コラボさせていただいた時に小石さんからこう膝のレクチャーというかちょっとレッスン的な、ね、はい、打つ方もあったと思うんですけども、実際試合ではなかなかそのシーンが見られなかったからっていうのけどパンチで行きたかったっていうのをおっしゃられてたんですね。今回はもうパンチオンリーで行きたくて、はい、はい、まあもともとボクシングやってたっていうのもあって、はい、ボクシングというかパンチの強さを見せたかったっていうのもあって、なんかパンチ対蹴りって自分でも言ってたんで、はいはい、でパンチで倒してパンチが強いっていうところを見せたくて、でまた次の試合から普通に蹴りとか使っていこうっていう感じではいたんですけど、あ、まあでもそうですね、そこはちょっと甘かったですね、うん、ちなみに慶之介選手と飯田さんはなんかこう接点というか今まで過去にあったんですか。ないです、何もないです。じゃあ彼が、アウトサイダーに出てた時は知ってた。そうですね、名前は知っててちらっとこう見たことはあったんですけど、うん、試合をずっとまじまじ見たり、うん、何試合も見たりっていうのはなかったんですけど、名前も知ってたぐらい。うん、不良時代とかそれも全然知らない。もう全然知らないですね、聞いたことはなかったです、うん、ちょっとやっぱ岐阜と、うん、栃木の方でした。あ、そうか、栃木ですね、はい、結構また違うんですね。
その時も見たかったですね。負けてもなお幻想は壊れなかったっていうことで、ファンは逆に増えたっていう。そうそう、それすごいですよね。飯田さんあれじゃないですか、雷神とか出たらいいじゃないですか、もう、ね、いけるんじゃないですか、雷神とかね。ちょっと強くらしいですか、ご質問ください。結構来た時にこれキャッチするんですよ、こんな感じで崩れますよね。はいはい、ごめんなさい。はい、普通にパンチを打ってます。はい、お願いします。防御、そうですね、そうですね。これだとこっち行ってる可能性ね。それあんまり良くないですね。これもダメなんですか。それもやめたほうがいいです。やめたほうがいいです。体的にはこっちなんですよ。前蹴りでなんかずっとこの俺がやっちゃったんで、癖ですぐなる。体的にこっちやるんですけど、じゃないほうがいいです、うん。この今ぐらいのパンチの距離の近さでも、うん、そんで肘を落としますよ。肘落とします。あとはプッシュ、そうですね、うん、4つプッシュ、 OK、 4つ OK、 4つ OK、 そしたら逃げますね、うん、あとは例えばこうワンツー打ちました、でもこう組みやってました、こう組みじゃないですか、その時に横にぶつけるこう打ちました、うん、超痛いっす。痛めちゃった。超痛いっす。あ、まあ、いろいろ。本当だった。一番あったやつですよ。うん、それも OK、それも OK、ここ下がっちゃうな。でもその時にこの構えになるんですよ。あ、うん、あ、そうそうですね。 OK、 そうですね。見えると今度は結構プレッシャーが与えられるので、今度にこれも使っていいですよ。足、うん、もしくは前に、結構きますよ。その時はこれが一番いいですか。その時は、これを押した方がいいですね、うん、後ろ自身の方がいいです。でこの、うん、これが結構出しづらいですね、うん、あとは前蹴りでもして、
でもいい。こっちに。そうそうそう。それと。今見ない。首触ってした。いいじゃないですか、ラスト行きましょうか。いい感じ、いい感じ。1個ずついって、水で、それで、水で、OK、いっていいよ、いっていいよ、1つ、いいよ、OK、この構えでね、バッチリですね。 OK じゃないですか、うん、いいじゃないですか。やっぱ、この、すぐ来るとテンパチ合わせる。そうですね。でもあの一番合ってるのがこれなんですよね。だからこういうのもあるっていうのを入っとくとまた違うんで、うん、いろんな種類の引き出しの防御ありますよ。でも自分が一番これが向きやすいよ。でもいざとなんかなった時に使いたいとか、こんなのあったねとか、うん、いいんじゃないですか。わかります。ちょっとでも 2,3 個ぐらいは、うん、ここエンドでも入れてますよね、うん、シャドウとかでもいいし、仮になんか誰かマスヤの人いれば膝蹴ってきて、ドーンとか、はい、遊びとかね、膝ごっこしようみたいな、やってもいいし、これ右の場合は、また反対になる。あ、右の、この場合、膝の場合、右の場合は実は、ストレート狙いますよね、これ、短い距離が。で、この肘で押さえますよね、はい、で肘で押さえちゃって、右に行けばいいですよ、はい、この時に、できるだけ開けなくて、下ろせて、当てられるんだったら、落としちゃってもいいし、なので、もう、もしくは当てない。でもいいし、閉じといて、閉じといて、そうそう、合わせにでか、うん、合わせにでかいです。あ、うん、このストレートで合わせちゃう。合わせた方がいいです。そうそうそう。基本膝、右膝はあまり使わないんですよ。ああ、本当は背が高いやつが背が低いやつにドーンと左行くのは OK なんですけど、あ、うん、背が一緒ぐらいとか低い人に対してはもう膝出せないんで、あ、合わせればいいです。あ、いいんじゃないですか。後半も多分すごいいろんなことがあったんですけど吸収力が早いのでこっちすごいですよね。逆にこっちもこう次から次で全部こういろんなやり方があるんだなっていうのは、身体能力やばいですね。格闘センスがいいですね、うん、僕は絶対素人は口出せないと思える時間でしたけど、結構出しました、ね、練習中がやばいやばい、死んじゃいますけど、あの時死んじゃいますよ本当に。まあ、だから膝あのまた狙ってくる人いるかもしれないですけど、うん、もう膝では絶対倒せないよっていうあの感じにあの入ってほしいですよね。引き出しもいっぱい今のとりあえずやれるようにして、うん、最初はねこれは難しいと思うんですけど、はい、もうこういうのとか皆さんプッシュ得意だったり、うん、あと構えの状態がいい状態はいいですよね、うん、反応ができてるんで、で反応ができてるってことは構えもいいから打てますよね。前回本当になんか時間軸というか時間がパッて止まった感じでもらったんで、うん、そこはねやっぱり行こうとしてた方が強かったんじゃないですか、うん、ずっと狙ってましたよね慶之介選手は。慶之介選手もすごいうまかったんですよねやっぱね、はい、そういうのを見る、そういう間合いを見るっていうのは、うん、キャリアがパッたからね、はい、今後でも井田さんに膝で行ったらボコられますから、ね、簡単くらっちゃいますよね、うん、あとはパンチ切りますからね、パンチと防御できて変にハイキックとかそういうのを覚えるやん、もう膝とあとはパンチで。とりあえずは膝もらったんで、はい、うん、その膝を絶対克服すればもう次の相手もね、狙ってくる人いるかもしれないけど、あの防御していければ穴がなくなりますよね。そうですね、うん、前回膝蹴りがあって、膝蹴りが穴だと、じゃあその膝蹴り狙っていこう、でも膝蹴り狙えない、じゃあ次どこが穴があるんだってなってって、やっぱ世界のトップってそういうミスがどこに穴があるのかって穴ないんですよね、みんな、うん、だその防御率が高いや高いほど勝手に上に行ってる人が多いんで、うん、で一発あるじゃないですか、そうですね、ガンガンのねパワーがあるし蹴りもうまいし、うん、そういった意味ではもう最強なんじゃないですか、
世界進出へ、はい、頑張ります。あとはもう何も喋らなくていいじゃないですか。だってなんか言われて無視したのがありましたね。あれでいいですよね。あれがいいですよね。かっこいいですよね、うん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ジムじゃない、なんか撮影もしたいですよ、ね、あ、そうですね、まあ、さっきカメラ外でちょっとジブリパークの話をさせていただいたんですけど、ジブリパークはちょっと予約がなかなか取れないっていうのもあるので、うん、結構あれですよね、街ブラブラされる動画とか出されてるんですけど。そうですね、うん、で今のお酒でお酒は結構そうお強いです。ぼちぼちぐらいで酒飲んだらどうなるんですか。周りの人に聞いた方がいいちょっとテンションが上がります、ね。あ、ちょっと上がる。でも、ほとんど変わらないみたいな。ああ、そうか。なんかインスタライブか何かでヤーマンさんとパンちゃんさんとお酒飲まれてる。ああ、そうですね。僕もだからちょっとね、1、2分それ見ました。はい、そうそう。初めてあの焼肉屋行って、はい、はい、あのみんなで行った時にあの撮ってましたね。あんま変わった、酔っ払われてるっていう印象なかったですよね。うん、パンちゃんさんからラブコール来たんですか。来てないです。余計なことじゃん。いやでももうね、絶対モテるですからね。まあそうですよ、うん、強くてかっこいいなんかね、一番いいですよ。そうですよね、うん、でも今度お酒の、まあ、それこそ食事か何かさ、うん、の僕もあまりお酒飲めないですよね。そうです。あ、そうです。あんまお酒飲めないですよ、まあ、どうなるんですか。なんか企んでますね。なんかもうね、俺とドライナーみたいな感じで。いや、面白いかもしれない。飲んだらでもね、あれでもあの、マサトとほら、初めて、あの、ウサマサで、初めて行った時に、なんかもうお酒飲まなきゃいけないと思って、最初にテンション上げてたんですよ。なんでかって、あの、最初から飲んでるんで、絶対飲ませるじゃないですか。だったら最初から飲んでいけと思って、飲んで。行った時にはテンション良かったですね。あ、結構飲めるんですか、量は。あんま飲めないです。あ、うん、と思います。顔も結構出やすいです、ね。出やすいですよ。赤くなる。真っ赤ですよ。家さん真っ赤になる。僕あんま顔に出ないです。顔ない。もともと飲む。もともと飲んで、そうですね。顔にもあんま出なくて。で、強い。多少ぐらいですね。あ、絶対強いですね、これ。お好きなお酒は、なんか日本酒とかワインとか。ビール。カレモンサワーしか飲めなくて、そればっかりです、うん、え、それこそ夜のお店とか行かれるんですか。いやー行かないですね。もう10代ぐらい、あ、10代やっぱちょっとそうですね、そのぐらいですね。ちょっとそのビール取ってそのビール取って。あー、クラフト、うん、このビールね、これあのマサトの時のマサマサで持ってったセレブレートワンってやつですけど、これ1本ね、5000円ぐらいするのかな。すごい高いビールなんですけど。あ、ビールなんですね。ビールなんですよ、これめっちゃうまいんで、うん、ちょっと今度これで乾杯しましょう。ああ、ぜひぜひ、ね、よろしくお願いします。あのこれで乾杯すると僕テンションいいんですよ。はい、これあの真っ赤な顔が見える。今まであの限定でもう売り切れてなかったんですけど、今結構出てるんで、これめっちゃうまいやつなんで、ちょっと一発ひっくり返します。飲み勝負こっさ絶対負けると思うんですけど。絶対負けますね。絶対強いですよ。いやでも見たいですね、はい、ちょっとそういう緩めの、まあ、はい、緩め系もやりましょう。そうですね、ぜひお願いします、はい、お願いします。ということで、あの飯田さん、これから無敗伝説また作っていきますんで、あの次はまた違う場所であのコラボできたらなと思ってますんで、また僕あの引き出しますから、飯田ファンの皆さん楽しみにしてください。逆に視聴者さんにコメントいただきたいですね。そうですね、こういうコラボみたいな。ああ、飯田さんと僕のコラボね、はい、それもじゃあ募集して、そのね、コメントの中から選ばれる可能性がありますから。ちなみに NG ありますか、飯田さん。大丈夫だと思います。何でも。いや、僕も NG ありますよ。小久さんの NG は、あの、はい、絶対 NG はありますか、じゃあ小久さん。絶対 NG ですか。バンジーとか。あ、バンジーとか怖いですね。高所なんですよ。あ、じゃあスカイダイビングとかは絶対ダメですね。飯田さん、僕昔やったことあって。バンジーあります。はい、なんで腕で一番高いっていう200か300か、結構なんか怖かったですね。ぜひ。いや変な振りになっちゃってますから。危ない。流れやばい。やばいですね。絶景なんで。あ、絶景ね。200がだいぶやばいですね。めちゃくちゃ高いですね。ジェットコースター大丈夫なんですよ。
平気なんですよ、はい、こういうバーイスピード系とか全然ありますけど、上に行って止まるとか上から見るところからとかってダメなんですよね。声出します、声出します、声出します。お化け屋敷とかは大丈夫、怖い系もう割と多分大丈夫だと思います。全部地面に見えるんですよ。このレベルになるなんかハニートラップとかドッキリ引っかかんなそうっすね。引っかかんなそうですよね、本当に冷静ですもん。確かに、え、なんかあります、コラボ相手でドッキリ仕掛けられる。いや、まだドッキリはないですね、一回も。ほんとシンプルに落とし穴掘って落とすとか、そういうなんかね、かわいいね、ドッキリは。そういうぐらいじゃないですか、目の前からトトロが歩いてきたらどうなるめちゃくちゃ面白いじゃないですか。面白いですね、面白いですね。中に売れたとしたら面白いですね。いやいや、それやりたいですけどね。ちょっと考えましょう。はい、ね、ということで今日は井田さん来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。